はい、こんにちは、おっさんです。おっさん無職生活1日目昨日の余りの、焼き鳥丼を食べる、いただきます。昨日こんなに飲んじゃったね、美味しかったね。はい、こんにちは、おっさんです。今日もおっさん居酒屋オープンということで飲んでいきたいと思います。ただね、今日はね、ちょっと皆さんにお伝えしないといけないことがあります。なんと、はい、若すみホワイトエールちょっと飲んでいきましょう。ここに夜な夜なエールもあるよ。軽井沢ブラックもあるよ。まあね、とりあえず飲んでいきましょうか。もうね、おっさん今日は疲れちゃいました。はい、これホワイトエールだからね。はい、乾杯。はあ、うまい。ちょっとね、すでにね、もうこの焼き鳥の山はお分かりいただけるだろうかということでね、これストーブでね、もう温めてるんで、これをあっち食べていきましょう。これは何でしょう。ネギ？ネギマ？ニンニク？まあどっちでもいいや。いただきます。なんでね、おっさんがこんなに焼き鳥を山盛りで買ってきたのかというと、今日おっさんの仕事が最後だったからです。おっさんは、晴れて YouTuber になれます。うん、焼き鳥うまい。お刺身もね、食べていきましょう。これはハマチちゃんですね。はい、ハマチちゃんいただきます。今日はこの焼き鳥はね、お店にあるの全部1本ずつ買ってますから、底辺のくせにこんな贅沢していいのかっていう人もいるかもしれないが、いいんです。おっさんは今日仕事最後だったからご褒美でいいんです。夜な夜なエールだ。入りきらない。あ、こぼれる。やばいやばい。ああ、うまい。なんかヨナヨナちゃんはフルーティーでですね。何フルーティーって言うんだろうね。ペールエール系でしょ？多分。クラフト。書いてないな。まあいいや。はい、ヨナヨナちゃん。美味しいです。はい、続いてこれは何でしょう。オクラか。ちょっとタレも食べたくなってきたんでね、ちょっとタレも焼いていきましょう。はい、冷めないうちにオクラちゃんいただきます。これ何でしょう。わからない。いただきます。はい、レモン。氷欲しいね、これね。はい、レモン。うまい。あ、口直しにいいね、レモン。さっぱり。はい、最後は、角。はい。乾杯。